するか。はい、コーチ。私、今日はみなみちゃんで練習したいんです。お前、みなみちゃんって大丈夫か？はい、行けます。行かせてください。よし、やるか。いや、いいね。みなみちゃん、相当いいね、これ。いいじゃない、これ。いや、相当いいね、これ。みなみちゃん、最高だな、これ。よくできてるわ、みなみちゃんは。本当に。いいね。ありがとう。すごいね。はい、みなみちゃん、それで年いくつなんだっけ？55です。あ、55。はい。それもいいね、なんかね。食べ物とか好きなのある？目玉焼きですね。あー、いいね。で、結婚してんだっけ？まあ、一応。はい。一応なんて言っちゃって、もういいな。相当いいじゃないですか。みなみちゃんさ、はい、脱いじゃおうか。はい。はい。はい。さすがなんだけどね。はい、脱がせていただきます。難しいです。いいな、全然いいよ。私。何、どうした、どうしたの？ちょっと違うでしょ、長さが。全然大丈夫だよ。そうですか。うん、なんで？いや、それがちょっと恥ずかしいかなって、みなみ思ったりするんですけども。はぁ？全然問題ないじゃん。そうですか。なんで、そこ恥ずかしがるところ？いや、まあ。おかしいよ、みなみちゃん。そこは恥ずかしがるとこじゃないじゃん。見して。ちょっといいか見してみな。あ、まあ、うん。いい。全然いい。そうです。むしろそれがいいよ。自信持って全然いいよ。はい。あ、いい。はい。あ、いいわ。いいですか、これ。かなりいいよ。ちょっと行っちゃおうかな。おー、出てきた。はい、一本。おー、ちょっと、引っ込めちゃダメだよ。ちょっと、いける？いけないの？いける？いける？はい。いけない？いける？はい。あ、いける？はい。よし、いける？はい。じゃあ、もう出しちゃおうか。はい、おー、出てきた。はい、ポン。はい、ポン、ポン。はい、ポン、ポン、ポン。いいね、みなみちゃん。いいよ。あ、ありがとうございます。おー。じゃあ、ジュース行ってみようか。はい。ジュース行くよ。はい。はい、ジュース、ポン。はい。はい、はい、はい、はい。よしよし、オッケーオッケー。よし、じゃあ次牛乳いってみるか。牛乳、ポン。はい。はい、はい、はい、はい。はい、オッケー。よし。よし、じゃあちょっと休憩するか。いや、結構疲れたな。はい。お前大丈夫か？はい。結構良かったよ、でも。はい。あの、吸血行かせてください。吸血ってお前大丈夫か？はい。ジュース行って牛乳行って吸血行けるか？はい、行けます。吸血行けます。よし、じゃあ吸血行くか。はい。吸血おう、メゴの野郎、お前の血全部吸ってやっかな。はい、じゃあ行きますよ。はい、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 はい。あ、コーチ、吸血入りました。え、うわー、大丈夫か。ちょっとこれ、こうやって手あげとけ。吸血入ってます。入っちゃってんな、これ。これ動かさない方がいいからな。ラップドール。え、ちょっと、あの、そこの、あ、あれ、竹海、おい、竹海、ちょっと、竹海、ちょっと、モサルさん、何やってんすか。何って、バイトだよ、ちょっと、ほら、大変なの。あ、吸血入っちゃってるじゃないですか。入ってます、吸血入ってます。入っちゃってんだよな。お前、誰かほら、保健の先生とか知らない？ちょっと、呼んできて、早く。どうも、すみません、お待たせしました。あの、保健体育の津田です。まさかと申します。あの、バイトの方ですよ。ええー、そうなんですよ。あ、
これですか。結構入っちゃってますね。これ、なんか練習中の。そうなんですよね、みなみちゃん使ってて。あ、どのくらい時間経ってますかね。まだでもそんな経ってないんで。あ、そうですか。大丈夫ですか。大丈夫。ちょっと待ってください。なんか、だいぶ基盤取りやすくなってきてんな。弱ってきてんだな、そうと。よし、これ1個まま一気に引き抜いちゃおうか。よいしょ。ああ、ちょっと待って。ああ、これ、逆さ止めになってるな。今、これ、無理やり引き抜くとちょっと後になっちゃうかな。どうしようかな。ちょっとなじってみるか。そうだな、なじってみよう。よし、顔だけ取っちゃおうか。よいしょ。おい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 、お前、なんだその体、恥ずかしい野郎だな。なんですか、あなた。なんですかじゃねえ、お前、なんでこんな二頭身なんだよ。な。そんな。恥ずかしいぞお前。まあ、よく今まで生きてこれたなお前、こんな体でよ。なんで恥ずかしい野郎だな。全然恥ずかしくないですよ。あ？なんだおい。恥ずかしくないですよ。なんだよお前、何口答えしてんだこの野郎。恥ずかしいから恥ずかしいって言ってんだろお前。なんでそんなこと言うんですか。お前それになんでこんなヌルヌルなんだよお前。こんなヌルヌル出しやがってお前、だいたい自己管理がなってねえんだよお前は。そんなこと言わない。お前そんな締まりがねえからお前こうやってお前子供の脇の下にひっついたりすんだよ。いいじゃないですか別に。お前なんで子供なんだよ。えお前ひょっとしてロリコンじゃねえの。ロリコン違いますよ。お前なんか幼少期になんかあっただろう絶対。お前ちっちゃい頃お前なんかおっさんかなんかにいたずらされたんだろ。そんなことないですよ。だからお前子供しか愛せなくなっちゃったんだろお前。いやそんなことないです。お前その自分が子供の頃から成長してねえんじゃねえのかお前。おっさんになってもよ。お前40になってもお前心の中は少年とか思ってんじゃねえのかお前。ぶっ殺すぞこの野郎。何のことですか。押すぞこの腹、パンパンにしとった腹。いや押すぞ、いいな。押すぞお前この腹。それはダメです。あ、いいのかよ、押してよお前よ。それはダメです、絶対ダメです。押すぞお前この腹。ダメですって、ダメです。ふざけんなこの野郎。おら、うわ、なんだこれお前。おら、うわ、すんげえの出てきて、うわ、くっせ。お前吸血とか言ってお前小さいやり方ですよね。なんでこんな白身出てきてんだよ。でも吸血なんです。こんなってんだよお前。これほら、おい、おら、おら、おら、トラだかね、これ取れないですよ。お前車あるから僕病院に連れてきます。おい、お前この先っぽどうなってんのこれ。いやどうなってんのこれは。どうなってんのこれは。あれ、なんかこれ入ってどうなんか。何もない。何でもないの。これなんだこれ。あ、なんか白いの出てきたわ。なんだこれお前、この白いのよ。何でもないです。あれ、ないです。なんか取れそうだぞ。いや、ほんとやめて。お前ほんとやめてじゃねえんだよこら。なんだこれ。なんだこれは。これ印鑑じゃないですか。おめえ印鑑じゃねえかよこれ。やめてくださいよ。もうハンコじゃねえかお前。なんだハンコこんなとこ入ってんだよお前。だってなんだそれ。お前バカかお前、こんなとこにハンコ入れて。恥ずかしいなお前。お前このハンコついちゃうぞ。いやもうすいません、なんか髪かなんかありました。いやもういやこれでいいですか。あんまでいや、すいません。おら山田？山田ってお前、山田かよお前。なあ、恥ずかしいお前。吸血とか言っててお前本名山田じゃねえかよ。なんだそれお前。いいじゃないですか。なあ、よくねえお前。なあ、山田。おい、山田。はい、山田です。お、すげえ。これで多分もう大丈夫だと思います。すいません。